どうもこんにちは、スモモとその飼い主ですね。いや今日はいい天気だったので爪を切っていきます。まあ、いい天気かどうかではなくて普通に伸びてきたからね。ほらだいぶ伸びてる。痛いんだよな、引っかかれる時に。遊んでたらねよく引っかかれるんですけども、なんか伸びてんなって思ったんで見てみたらめっちゃ伸びてました。ってなわけで切っていきます。まずは前の右足からめっちゃめちゃくちゃ怯えてますけれども、やっぱ怖いんだね。覚えてるのかな、前爪切りをしたことはやっぱ覚えてるもんなのかな。それ以降怖いのか。ずっと怖がってるわこのワンちゃん。まあでもね、今回ばかりは爪切りはねちょっとどうしてもね我慢してもらわないと、ちょっと頑張ってもらわないとねダメなんで、ちょっと伸びすぎるとね危ないからね。いろいろ切っていきます。慎重に切っていきます。僕が今使ってるこのハサミみたいなね爪切り、なんかとても使いやすいですね。スモモちゃんのこのサイズに感にも合ってて、もうどこで買ったか、いつ買ったか全然覚えてないんですけど、使いやすくて愛用しています。相変わらずビビってる。皆さんのペットのワンちゃんはどうやって爪切ってるんですか？やっぱりでみんなこうやって怯えますよね。普通どうなんだろう、怯えないワンちゃんもお利口なワンちゃんもいるのかな。中にはどうやったらいいんだろう、餌とかあげたらいいのかな。でも難しいよね、爪切ってる時に餌もおやつとかもなかなか。まあ、ちょっとうちは頑張ってもらうしかないな、やっぱり。ってなわけで綺麗にしましたというお話でした。ここまでご視聴していただきありがとうございます。なんとチャンネル登録していただくとスモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。